よろしくお願いします。宮永愛斗です。現役美容師をやりながら美容系 YouTuber として活動しております。はい、よろしくお願いします。僕も美容師をやりながら最近美容 YouTube を始めました。よろしくお願いいたします。僕の化粧水、推しの化粧水からお話ししていきたいと思います。まあ、ご存知だと思うんですけど、はい、イプサの化粧水です。知ってますか？知ってます。そうです。いや、これね、めちゃくちゃいいんですよ。推しポイントとしては、まずかっこいい。そうです、ね、確かに。僕なんか、洗面台をホテルみたいにするの大好きなんですよ。見ましたね。なんで、これが置いてあると、朝、なんかおはようって言いたくなる。はいはい。ようなパッケージ。で、中身もめちゃくちゃ良くて、保湿力めちゃくちゃ高いんですよ。で、さらに大人ニキビとかそういったところにも炎症とかの抑えるというのが作用があるので、これはね、めちゃくちゃ使いやすいです。あとは男女でシェアドコスメ的に使うのもすごい良くて、僕も実際ね一緒に使ったりしてるんですけど、まあ、どっちも男女とも満足感高いので、これ欲しいです。逆に化粧水あります？僕は化粧水というよりは美容液にしたんですけど、はいはい、なんかこれはずっと使ってるやつは CNP っていうのがあるじゃないですか。なんか最近よく聞きますね。結構いろんなどこでも買えるように最近なったんですけど、なんか僕はこの、まあ、ずっとこの CNP のこのプロポリスアップルミストっていう、結構誰しも見たことあるかな、CNP のオーロラミストと、このビタミン D のミストが、最近このピンクのミストを買ったんですけど、このなんか良さというか、こっちはなんか普通にプロポリスなんて殺菌効果と保湿効果がすごい高いやつなんですけど、このピンクのミストが面白くて、なんていうんですか、なんか外的要因、花粉とか、なんか多分ハウスダストとか、そういうので、なんか多分東京住んでるとなおさらなんですけど、なんかちょっと汚染された空気で肌荒れがちとか、なんかちょっと炎症を起こしちゃうみたいな人いるじゃないですか。なんか最近そういうのがすごい多くなってて、それを守ってくれるやつ。最高じゃないですか。なんで僕結構花粉症なんで、なんか花粉の時期に使ってみようって言って、最近買って。ちなみに僕も花粉症なんですよ。あ、本当ですか。これちょっと使ってみたいな。なんかそういうのもすごいいいですね。なんかスキンケアからそういうこだわりってよくありますか。逆になんかちょっとミストっすよね。ミスト感みたいですね。出しても大丈夫ですかね。これすごい細かくて、こういうの見えますかね。うわ、めっちゃいい。このミストめっちゃ僕好きです。すごい細かいですよ。そう、このミスト超好き。もうちょっとね、プシュってやるミストじゃなくて、はい、こういうなんかちょっとガスっぽいやつ。ああ、なるほど。なんか洗うと微妙ですよ、ね、ミストが。ああ、確かに朝とか幸せだな。そうなんですよ。もう、しかも化粧水としても使えるんで、なんかこうやってダバダバ出して垂れちゃったとかもないんで、めっちゃ便利で。なるほど。使ってます。あとなんか、これちっちゃいサイズとかもあって、なんで持ち歩けるので、ちょっと乾燥してくれますし。なるほど。これは僕すごいおすすめです。美容液ミストです。うん。これめっちゃいいです。ぜひ。ありがとうございます。宮永さんが美容液とか、そういう気になるんですけど、何ですか？僕はね、ビタミン C 大好き成人。ああ、なるほど。でも、ビタミン C ですよね。これ、そうなんです。同じビタミン C にある。あ、これですね。パンミル。あ、そうです。そうですね。ビタミン C 美容効果です。やっぱり、ビタミン C です。あ、美容液ですか。僕はね、キソっていうところも使ってるんですけど、ビタミン C いろいろね、使ってきたんですよ。他のメーカーさんと。ただ、これがね、一番スッて馴染むのと、価格も割かし、そんな高くない。3000円しないくらい。めっちゃ少ない。はい。プラス全く刺激がなかったので、結構ね、他の病気ってあるし、刺激計算来るじゃないですか。そうですね。全然しなかったんで、まあこれ使って毛穴をね、くるっと引き締めたりとか、皮脂抑制したりとか、まあニキビだったりとか、まあ、ビタミン C いろいろ万能なので、確かにこれ使われるし。キソ。キソ。日本ブランドです。キソ、もうキソです。ああ。キソ、キソ。これはね、ネットで売ってます。あ、ネット？はい。ネットです。で、僕、ちょっとギアの話になるんですけど、こ
これ使っていいですか。それめっちゃ気になります。これね欲しいです。高くて高いんですけど高いですよね。まあ、普通に髭剃りかと思いきや、はい、ここにね、あのイオン導入のパネルがついてるっていう、うん、で、これとかやっぱりこういう有効成分系は、はい、あのイオン導入した方が浸透するんで、つけた後に、そうです、これで、そうです。なんでこっちで、あのそのままイオン導入専門でやることもできるんですけど、ここにもついてるんで、ここにも剃りながら導入できる。だからあのこういうイプサの化粧水をピッピッピッって塗ってウィーンってやるとイオン導入できながら髭が剃れるっていう、すごい通販番組みたいなのですよ。え、これでもうこれ一体そっちの面あれじゃないですか。こっちそっちは電源つけなくてできるんですか。これイオンだけつけることができます。電源つけてやる、はい、電源をつけてウィーンの状態でイオンやれるんですけど、これ切ってイオンを飲み込む。なんか全くなくなって爪が全くなくなってですね。はい。すごい。効果違いますか。へえ。いいですね。あとなんかイオン導入のイオンパネルってなんかちょっとピリピリするやつあるんですよ。へえ。だからこれ全然しないです。へえ。そしてさ、パナソニック。パナソニックですよね。さすがパナソニックさんです。逆にそのファミの容器結構気になってたんですけど。容器ですか。今まで使った美容液の中で一番話を伺います。美白ですもんね。いやいや、僕めちゃくちゃジグロなんですよ。本当ですか。で、それをどうにかしたくて、今でも黒いって言われたりするんですけど、もうひたすらつけて、なるほど。でもちょっと高いです。高いグロです。これ8000円くらいですね。なるほど。まあでもパッケージ、さっきの洗面所ホテル化計画にはめちゃくちゃいいです。あ、めちゃくちゃいいわ。しかもそれこそメンズもスタイリッシュというか、なんか可愛すぎない、うん、いいですよ。プレゼントもそうです。確かに女の子もらったら超良い。これは上がるわ。これ越しでも上がりますもんですよね。もう香りも良くて、はい、もう全部万能ですので、ね、素晴らしい。ぜひ。大学ってメイクするんですか。僕メイク本当にあんまりしないんですよ。あ、まあ素肌綺麗ですからね。もうなんかとにかく素を綺麗に見たら素晴らしい。頑張って心がいてるんですけど、でも最近始めようと思って、なんかね、僕もねその考えなんですよ。お酢が綺麗ならそれでいいと思ってて、あくまでもこう出てきてしまったマイナスをゼロにしようっていう感覚でメイクをしてるんですね。で、やっぱ僕も30歳なんで、そろそろね、ちょっとメイクをしないと隠せないものが出てきたんで、 BB クリームも散々試したんですが、試しすぎてマニアックになりすぎたというか、自分で作っちゃう。いや、それすごいですよね。これで、まあ、BB クリームって結構カバー力高いものも多いと思うんですけど、それだとバレちゃうと思ったので、めちゃくちゃ自然にしたかったので、かなり薄付きのテクスチャーの緩いものを作りました。で、まあ、色もね結構馴染みやすいんで、ちょっと本当ですね、うん、伸ばしちゃうと伸びやすそうですね、うん、全然わかんない。おお、僕も今塗ってるんですけど、あ、そうですね。あんま考えないですね。わかんないです。そんな感じで、まあ、全体のね、あのベースを整えて、で、僕ヒゲとあの青クマだけすごい気になってるんで、これでベース作った後、オレンジ系のコンシーラー使ってるんですよ。で、オレンジ系のコンシーラーって青を打ち消すんで、色的に。確かに。めっちゃ濃いな。そうですね。塗ってます、塗ってます。でも分かんない。そしたらすっぴんだと結構青いです。そうなんです、はい。お恥ずかしながら。結構ナチュラルです。結構ナチュラルです。結構ナチュラル。そうです。じゃあこの2つをね、ベースで使っているので、はい、もうぶっちゃけメンズメイク、これあれば十分なんで。わかります、うん。なんかやりすぎないくらいが、なんかいいなっていうのがありますよね。それはすごいわかります。うん、韓国コスメ好きって言ってたんで、多分これはご存知。あ、そうですね。知ってますよね、インスリー。これ韓国 の、 あのノーセバムミネラルパウダーって言って、無色のパウダーなんですけど、もうただの無色のパウダー、はい、ベビーパウダーみたいな感じなんですけど、これでメイクした後抑えるとマスクつきづらくなる。大事です。で、それで僕活用してるんですけど、実はあの皮脂吸着みたいなパワーがあるんで、はい、メイクしなくても多分、ね、いいと思うんですよ。へー、
テカりませんっけ？テカります。なんか夕方とか、うん、特にマスクしてると、お花前とか、誰もテカりやすいじゃないですか。しかも美容師やってるともう夕方あたりテカテカになった。そうなんです。しかも喋るんですよ。喋るそうそうそう。そうそう。あれ辛いっすよね。ちょっとツヤじゃないんですよね。そうそう。ないこれ。ってやると朝です、まあ、朝ですあのメイク直すときもですよ、ね、朝も使ってますし、なんかこう昼過ぎとかもこれで油出てきたら油取りがむかのようにやるとサラサラになるんで便利ですね。これ超おすすめ。持ち運びよさそうですし、うん、1000円しないです。え、安いですね。結構メンズにありですね。メンズにありですね。はい、すごい。今まで、メイクしてない男子におすすめの一品です。ぜひチェックしてみてください。ちなみになんですけど、はい、美容室なら YouTube で、はい、なんかおすすめのヘアスタイリング剤がありそうな気がする。なんか僕がそうですね、最近使ってるのがヘアクリーム、うん、ダミエスのクリーム、クリームバターなんですけど、バームではないんですか？そうなんですよ、本当にクリームで、ちょっと本当にもう使いすぎて中が何もないくらいなんですけど。あ、じゃあお客さんに使ってるっていうよりも自分にも。あ、自分で使ってます。で使ってるんですけど、これのいいところがなんかワックスではないんですけど、髪だと、まあ、メンズにつけることが結構多いんですけど、なんか程よいまとまりと、うん、あのスタイリング力があるわけじゃないんですけど、なんかナチュラルな、その束感とかそのまま落ち着きとかツヤ感が出るっていうので、うん、最近すごい使ってます。オイルとは違うんですか？そうなんですよ。もうクリームで、オーガニックなんですけど、なんですバターでこれ、ヘアとか顔とかどこでも使えるんですよ。髪の毛、体、顔、手とかに全部使える。へー。結構ワックスって僕が嫌なのが、ワックスつけた後にテープ食べたり洗うのめんどくさいとか、割と僕めんどくさがり屋なんで、でそれが髪につけてそのまま手にも触れるんで、このままハンドクリームも入れるんですよ。お湯とかはそれがさらに最上で、まあ、塗りたい人は顔にももちろん塗れますし、うん、ちょっと手のいろんなところ伸ばしても大丈夫ですし、しかもなんかこういうオーガニック系ってあれですよね、背中ニキビとかできないからいいですよ。あ、そうですね。誰しも合うと思いますので、ね、なんか、なんていうか、染みちゃうとか荒れちゃうとかも一切ないですし、それこそワックスの前髪つけて、前髪にワックスついちゃう、おでこについて、それがおでこのあれにつながっちゃうとかあるんですけど、うん、なんで、それないじゃないですか、私は。しかも、おでこについたらむしろいいみたいな。なるほどね。これ、僕、おすすめ。ちょっとテクスチャーだけ見たい。なんか、テクスチャーは本当に、最初はちょっと固めなんですけど、伸ばすとすごい、すげえ。で、べたつきもなくて、乳液みたいな。あ、そうなんですよ。すごい伸びる、いいです。ベタベタしないので。それはいい。めっちゃ便利。でも最近も売れすぎちゃって、なんか今この時期だからか分かんないですけど、なんかイタリアでも製造が中断するから売れすぎちゃって、結構日本でもどこにも今もう普通に買えてたんですけど、路面店とかダメですとかでもない、なんか転売みたいな通販で超高額で売られてたりして。なるほどね。普通だと3、4千円くらいですけど、めっちゃおすすめです。しかも容量大きいんで。確かに。めっちゃ便利です。ありがとうございます。はい、ということで、僕たちが語ってきた美容のアイテムだったりとか、詳しい内容は、メンズの4月号で、掲載しておりますので、ぜひご覧ください。はい、それでは、せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。